これがですね、はい、うつ伏せにして胸を見てます、はい、だからこれが胸で、これが心臓で、こういう黒いところが肺です。あ、心臓ってここにあるんですかね。そうそう、これ真ん中辺ね。あ、まあだから場所的には人間もこうやって取ると同じですよ。で、左にちょっと寄ってます、はい、こっちが左なんでね、はい、正常範囲です。あ、はい。から今度横向きの心臓レントゲンですけど、はい、こう胸があって、はい、この黒い管がね、はい、気管です。はい、で、これが心臓、はい、で、このここにこういう白いラインが見えますけど、はい、これ大動脈、はい、がこれが高大静脈で、肺山、まあ、はい、あの胸は正常範囲です。で、続いて今度お腹ね、はい、お腹で横向きなんですけど、これ、はい、これ膀胱です、はい、ここにこう白くて丸い楕円形のが見えるんですけど、はい、もうおしっこは溜まってますわ、はい、で、まあ、見える範囲での石はない、はい、あ、そうですか。石があればこう骨みたいに白く映ってくるのがあるから、もうそうなると手術しなきゃいけないけど、あ、まあ、一応な、それはないと思う。それはないです、はい、はい、からあとお腹の中はね、これ肝臓なんですけど、肝臓の形がちょっと変変って言ったらおかしいけど、はい、ちょっと縁がとんがってなきゃいけないのがちょっと丸みがあるから、肝臓がちょっと主題腫れて大きい可能性があります。あ、そうなんです。あとは、まあ、前手術したところね、はい、これあの福野県っぽいから、あのステンレスの糸でずっとやるんですけど、はい、その跡がある。あとこれうんちが溜まってるから、はい、もうじき出ます、はい。あとは映ってる肺予想異常ないかな、はい、だから異常なのはレントゲンでは肝臓、肝臓の形がちょっとおかしい。あ、そうですか。まあ膀胱はレントゲンではいいけど、はい、あの